吉田さん、今私セールスを乗りまくってるんですけども、もうすぐしたらねトランザムナイトの方も帰ってくるんですよ。で今回はやっぱりね総額100万以上かかりました。車検代、それから細かいメンテナンスのオーダー頼んだりとかね、タイヤも交換してもらったんですよね。でもその代わり隅から隅までピカピカで、で専門のコーティング洗車もかけてもらうことにしたんで、プラス5万円ぐらいかかるそうですけどね、もう惜しげもなくやらせていただこうかと思います。で私は思ったんですけども、自分の欲望が満たせると今度はね同じ欲望を持った人を探したくなるんですよ。だからナイト2000乗りたいでしょ、乗ってくださいよって感じになるんですよ。なかなか正直みんなが買うことはできないと思う。欲しいんだけどもなかなかねと、買ったところで維持がねとか、どこに置けばいいのかなとか、メインの車では使えないよねみたいな、いろんな方法があって、普段使うのは燃費のいい軽自動車とかになると思うんですよ。今軽自動車すごくね居住性もいいですしね、すごく便利ですしね、頑丈だしよく走るし広いんですよね軽自動車で。それに控え私軽自動車も乗りながらセルシオも乗りながら思うんですけども、ナイト2000は一番狭いですよ本当に一番窮屈でも全てが愛おしいですね。だからそういうのも込みでちょっとね味わってもらいたいということがあるんで、吉田さん言われてましたけども、困ってる人の悩みっていうのがすごくね好物になってきましたね。それをなんとか自分の力で解決できないかなっていうふうな、人の困ったを解決したいっていう欲が今あるのかなと思います。これ偽善でも何でもなくておせっかいの部類ですけども、だからね困った人の話を聞いて、どうやったらそれもうパズルとかね数学の問題を解くみたいな感覚なんですけども、すごくね解決したいっていう渇望がありますね。で今年私なりにすごくね自分によくやったなと思うのが、生活保護の方をちゃんとね稼がし続けてるってことなんですよ。毎月ですよ。最初はやっぱり数千円だったと思いますけども、今ね夏になって10万円前後とかになってくる人が何人か出てきてて、ああやっぱできるんだなと思いました。そして私はクラウドファンディングで今ね一人の人を事業を立ち上げて、年間で1000万利益が出るような事業を今構築してるんですよ。でしかもその最初のスタートアップ資金は私の視聴者さんから集めてるって感じで、もうすぐそれもね満額に達しそうなんですよね。でこれによって、やっぱりね困った人をみんなで応援して、そしてその人が成功したら喜びとか、それからバックをねお互いに享受しようよみたいな感じで、少ない出資を集めて、そして大きな喜びを得たいなっていうところ、それをねこれね第1人目なんですけども、今回速稼塾マネの虎っていうシリーズなんですけども、これを第2第3の人をどん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 掘り起こしていってね、でちゃんとやってくれそうな人で、事業なんで結果的にうまくいかなくてもちゃんと納得済みの人からの出資をお願いしてみたいな感じで進めていこうかなと思うんですよ。で私に利益は全くないです。でもやっぱりねおせっかいがしたいんですよね余った時間と余裕のあるこうお金、多少のお金、それから自分の考え方とに賛同してくれる人をおせっかいながらね、一人一人問題解決していきたいなっていうふうに今思ってますね。欲の向こう側ってのはまあこういうことなのかなと思っちゃいますけども、ナイト2000乗りたい人にはどうぞ乗ってくださいって言ってね、またね試乗会を個人的にやっていきたいなと思いますしね、まあ、試乗会って言ってもちょっと運転させることができないんで、ちょっと停車中の車にってことになりますけど、それはねセルシオでも同じことが言えて、やっぱりいいですよセルシオ。いつかはセルシオ、いつかはクラウンじゃないですけども、今でもセルシオですねやっぱりね。セルシオファンのサークルって今でもあってね、やっぱり大切に皆さんの乗られていて、長い人はねもう十数年乗ってるんですよね。だから乗り始めた時の感動が今でも続いてるみたいな、それこそ新車みたいにピカピカしたりとかね、メンテナンス細かくやったりとか、だから好きで居続けることって一番難しいのかな。好きで居続けることですよ一番好きな、まあ好きなものがね途中で変わっちゃうってこともあるんで、でも好きなもののさらなる魅力をずっと掘り起こしていくことってなかなかね豊かな人生の過ごし方じゃないかなと思いますよね。豊かな人生の過ごし方ね。